はい、皆様こんばんは。お久しぶりですか分かりませんが、第6話デート大崩壊の方を挑戦していきたいと思います。ロードしますか。はい、というわけで、第6話ですね。まあ大体折り返し地点になるのではないでしょうか。ちょっと久々に乗って、なんか最近ゆかりはないであろうな。弥勒よ、お任せください。ああ、そうか。奴らの本拠地はすでに、5話の最後の方では残る地脈ポイントはあと1箇所。いよいよ我が鬼みたいなやつを極派生駒人の完成の時が来た。帝国歌劇団の居場所を突き止め、天地開闢以来の大いなる裁きがことですね。帝都を打ち滅ぼすのだ。神国日本の未来は堕落した西洋化にあらず。我再び徳川幕府復活のために蘇った。その割にはちょっとこの地下ちょっと錆びれてますよね。全ての西洋文化を打ち払え。西洋文化打ち払え。マジですか。すべては天界様のお言葉どう。大事なこと言ってますね。西洋文化ダメっすか。最勇気も今日で終わりなってか。しまった。どうしましょう。みんなのところに行きましょうか。椿に声かけてもいいんですけどね。お、自由時間じゃないですか。結局はお疲れ様でした。いえいえ、お休みをいただくと、アイテム、こんだけありますか。こんだけありますかということで、カンナさんですね。で、1枚ここでいただいておきましょう。あれこうか。そうですね、ちょっと前回5話からだいたいこのプレイ動画、実況プレイ動画するのが2週間ぶりぐらいですね。お、神田さん、今回子供たちが喜んでくれたのは嬉しかったなってか。どうした、何をしてるんだい。迷子の子だったっけ。俺も手伝おうか。ロビーまで行こうぜ。これミニゲームじゃなかったですかね。お、来ましたね。で、まあ2週間ぐらい、ですね、まあこの実況プレイ動画上げるのが大体週に1度ぐらいなんですけれども、最近みんな、どうも、お姉ちゃんたちに名前を教えてくれるかな。大体1時間プレイすると1話が終わるんですけれども、30分普通のアドベンチャーパートと戦闘パートで分けてあげている感じなんですけど、これ名前、隊長頑張ろうぜ。と喋ってる間にも名前を呼ばれて、どれ違った。やばいっすね、これ喋りながら 100% 無理ですよ。というわけで、ちょっとここから本気でやらせていただきます。みんな開始。お姉ちゃんたちに名前を教えてくれるかな。あ、歩美雄一、隊長頑張ろうぜ。ちょっと無理です。よっしゃ。あ、ヒントもくれるわけですね。まさか白色の服、やったぜ。あ、これか。太郎、え、年家、こ
これか。よっしゃ、こうか。秋彦、これやったかな。骨が大好きです。よっぽぜ。正解。まさみ、黄色の可愛い。よっぽぜ。髪の毛はありません。ひどいな、もうハゲですか。ひよみ、緑色の服ですか。やべ、聞こえましたね。たけし、こいつか。よっぽぜ。一瞬来ていた問題。お、正解。適当でしたけど。あ、よっぽぜ。オーケー。なんとかクリアですわ。よし、よかった。はあ、なんとかクリアですよ。いやいやいや、運が良かったですよ。前回の話ですね。思い出は大事だよね。あれ、上がらんだ。サロン、サロンですか。サロンってまさか花札。どうしました。いえいえ、よし、一緒に行こう。いや、一応桜くん狙いなんでね。ね、いいね。もうこんな王道な流れがいいですよね。やっぱ桜大戦王道ですよね。あ、あともう開始して7分経っていますけれども、ちょっとこれ今実況しているのはちょっと夜の時間なもので、ちょっと声が小さめにプレイしておりますので、聞き取りづらい点とか多分吐息がだいぶ入っていると思いますが、そこら辺はちょっとご了承いただきたいと思います。申し訳ないです。反省会。仕事だ。瞬間移動できるもん。どうした。壊れてしまうたんや。元気出せや。くよくよすんなよみたいな。立派な花見隊長です。もうみんなのフラグを立てまくりですよ。火炎地獄、ヘビ女火炎地獄。いやー、ハマり役だな。下がってしまった。あれ、そうなのか。え、どれやろ。22かな。あ、当たった。よかったよかった。勘が冴えてましたね。結局すみれくんだけ下がってしまったね。申し訳ないね。あ、
するよ。そこなんか準備しましたね。ちょっとうろ覚えですけど、そんなんありましたね。どうなんですかね、お酒はこの大正の時代でも未成年はダメなんですかね。そこら辺がわからないところではありますが、基本なんか桜大戦って嘘と本当が混じっているんで、何をしようかな。まあ、桜の買い物に付き合いましょう。いえいえ夕立ちですか。ありましたね、そんなことも。夕立ちはいいんですけどね、ちょっとトラウマがあると。ロボットはどうでしょう。手伝おうと思って何するんでしたかね。記憶がちょっと曖昧ですが、でちょっとすみれくんのパラメータを上げたいなと思いつつも、おるかな、いない、いないという時はやっぱこの地下に行って、ここでどうや。誰もいないな。いないっすか。そうっすか。地下、地下もいない。あれ、どこに皆さんいらっしゃいますかね。厨房か。お、誰かいました。これミニゲームかな。ボルシチ、ボルシチ、ロシアのシチューじゃなかったかな。私はピロシキというロシアのパン料理を作りますから。なるほど。なんか時間と人参の切るタイミングと、美味しい料理を作りましょうねまず人参を切ります。はい、これ大丈夫かな。遅延が。トマトペーストに油身にワインビネガーにというわけですね。塩コショウ以外で終わりたいんですけど、2杯、3だと思います。これ最後はいよいよ煮込みです。実況動画なので、このあと煮込みるわけじゃないですか。なんか結果が後で分かっちまうのが、はあ、難しい。どうでしょう。今一つですね。マジっすか。0点、100点。
40点。うわー、これは厳しいですね。というわけでちょっと今回のミニゲームも真剣にさせていただきますんで、おいしい料理を作りましょうね。黙ります。言うてこう、うまくいける保証はないですけどね。これは分かるんですよ、分かるんですけど、この画面との遅延が言い訳させていただきますけど。次は調味料で味付けです。これでちょっとこれも覚えますんで黙ります。トマト2、油身3、ワインビネガー3、1、3、ケチャップ1ですか。3、動画しながらだともう結構頭が 何を喋ろうかっていうのに最後はいよいよ煮込みです。言ってしまうんで、ちょっとですね、難しいですね、記憶物は。まあ言い訳ですけどね。じゃあまた行きます。なかなか美味しいものができましたね。よかったよかった。40点100点、60点、67点。あらら、67点。でもまだ人参が難しいですね。お、よかった、67点では合格点らしい。うん、ふん、よかったよかった。あとは何がありましたかね。玄関行ってみましょう。どうしましょうかね。またサロンにでも行ってみましょうか。誰もいないですね。さくらくんも出かけてるはずですし、ああ下で飾り付けしとるんかな。ここが楽屋が、おお、いましたいました。任せとけ。王冠、うん、これも、うん、ってことはこうか。あ、ちゃった。え、こっちか。道具部屋が行き過ぎた。うん、衣装部屋こっちか。お、誰や。あれ、いやいや、すいませんね、一旦間違えたんで、それで間に合わなかったかな。すごいな、あの肉どこで売っているんですかね。4000年の日、拍手喝采。生まれた時ができる。あー、なんかでも最近こういう芸を見ないですよね。皿回し。やばいね。
調子に乗るとダメですよ。でもさくらくんがいないですよ。すごいな。まあ見えないですね。コーランのメガネだけが。雷？制限が早かったですね。どうした？大丈夫か？さくらさん、どうなさったの？カニーヤ、あんたがこないに怖がるとは思ってもみいひんかった。雷様に おへそ取られちゃう。はぁ、え？さくら、あなた本気で言ってるの？みんなが悲しいことを言ってますよ。大神将尉、大神将尉、米田長官がお呼びです。こんな時にみたいな。クソ、よりによってこんな時に。隊長、こんな時かな。米田、あと頼む。それにしてもアイリスだって雷様怖いもん。さくらはしゃあない。行けと言われたからには隊長としては行かざるを得ない。まあマリアに任せとけばなんとかなるかな。ほかに参りましょう。来たか。お、なんですって。蒸気演算機って何ですか？機械、これだ。これは太古の再起、我々はくさびと呼んでいる歓迎者。天界、これを見て。これは魔法陣が完成するわ。この魔法陣が完成すればデートは確実に魔の支配下に落ちる。魔法陣によってドラフの破壊が行われるか想像もつかん。天が裂け、地が割れ、あらゆる災害が奴らの意のままに起こり、帝都は延々の地獄と化すだろう。これをしてどうやって徳川の時代を、幕府の時代を取り戻すかがわからんね。埋められたっぽいやつを掘り戻すわけにはいかんのかね。起きた、さくらくん。どうしたんだ。いいですよ。おーつ、24分ですか。まあまだいけますね。ちょっとまだ進めていきますか。また戦闘シーン行けるぐらいまでなんとかね進めていければなと思います。さくら、大神さんにだけお話ししておきたいです。エーレン出してしまった。さっきの考えのこと。私、子供の頃おてんばで。いやいや、今もおてんばだと思いますよ。喧嘩友達のたけし君と遊んでたんです。
あの日、おばあちゃんが外で遊んじゃダメだというのに、たけし君を誘って木登りをしていました。すると突然空が真っ暗になって、さくら、雷さんが怒ってるぞ。早く隠れよ。平気だよ、さくら。雷さんもなんか怖くないもん。きゃたけし、たけし。どうした、たけし。たけし君は雷さん、私がそれ以来おかしいでしょ。いや、でも正直言って、さくらがここまで取り戻したのに驚いたよ。私恥ずかしくて死んじゃいそう。大神さんにあんな姿を見られるなんて。そんなことない。大神さん、おお、やばい、どうした。声が割れてますよ。いや、雷ですか。おお、やばい、式神っすか。まあ、そりゃそうよ。ああ、そうか。うん、そか、そんな戦闘もありましたね。みんな、とにかく今5人で持ちこたえるのよ。ダメージを受けているんじゃないですかね、この戦闘。うろ覚えですけど。やばい、雷様が怒っている。これでビビるよ。ちょっとなんか爆発音だけでもやばいんじゃない。この雷の音で爆発音だ。いいか、さくら君伏せろ。やばいよね。しまった、入り口が瓦礫で塞がれちまったわ。雷様に、おへそ取られちゃう。さくら君、なんとかさくら君を撃つか。よし。よし。さくら君、ごめん。謝ってから抱きついてどうするんかな。神様の心配いらないよ。どうして俺は、おお、やべえよ。さくらのおへそは見えないからね。大神さんったらすげえな、こんなこと言いて。こんなことは言えないっすよ。うん、でも、うん、俺が守るみたいなことをね、大神さん言ったらすごいよ。 Yes Yes I do。 二人の力で、くっ、ほほほ。相手も別に何もないですかね、私は。床に何か落ちてないか。何か落ちてますかね。ロッカー、これじゃない。なんか暗くて見えないんですよね。壊すような道具。講義室。どこや。
ロッカーの鍵にこれが、うわ見えないっすよ。本気ですか？あ、本気ですか？え、なんやって本当ですか？急にねってやばいね。本当ですか、本気ですかっていうぐらい間違うっていうのは情けないね。隊長がいてくれたら、いや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 、多分この後におれば余裕ですよ。これでよしと。力学上のポイントさえ抑えればこの程度の爆発も。本当にそんなことができるんですか？うん、主席だったんだよ。いや、上がるね、ガンガン上がるね、いいことだ。ブレる。しかし大神さん、撃って。すごいな、弾丸一つでここまでバカ。おお、今の光はみたいな。うん、とにかく難しい話は敵をやっつけてから行こう。よし、というわけで、よし、脱出成功だ。おー、やばいっす。もうだいぶ興奮したようだね。爆発音では大丈夫だと。興奮で。これ飛ばせるのかな？ちょっとスタートボタン押してみますね。おっ、飛ばせた。すいません、飛ばせましたね。はい、というわけで、第6話の帝都大崩壊の前半かなで、終わりたいと思います。うん、セーブ終了。というわけで、まあちょっと今回声が小さいと思いますが、本当に聞き取りづらいと思いますが申し訳ございません。はい、というわけで、第6話の前半戦終わりたいと思います。特に今回近況とか本当に何も喋ってないですので、まあ、次回後半の時にはちょっと喋りたいと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。というわけで、まあここまでご視聴いただきありがとうございます。では失礼します。